はい、皆さんこんにちは。今日は iPad でパターンデザインを作る方法を紹介していきます。こういう感じで継ぎ目がないシームレスな模様柄とかデザインのことをパターンって呼んだりするんですけど、これを iPad で作る方法です。で、左側にちっちゃい箱があって、それがベースのデザインになっていて、それを何個も重ねて右側の大きな、パターンデザインを作っていくっていう感じになります。で、今日使うアプリはアフィニティデザイナーっていうアプリです。Adobe でいうイラストレーターみたいなアプリなんですけど、ちょっと2400円ぐらいして高いんですけど、すごく使えるアプリなので、デザイン学びたい人はですね、ぜひダウンロードした方がいいと思います。で、このアフィニティデザイナーのツールの中に、パターンを簡単に作るシンボルっていう機能があるんですけど、それを使うとすごく簡単にこれを作ることができるので、今日はですね、この作り方さっくり紹介していきます。はい、じゃあ早速始めていきます。右上のプラスボタンから新しいキャンバス開いていくんですけど、今回は新規ドキュメントっていうところを押して始めていきます。で、一番最初の設定がちょっと大事なんですけど、寸法をまず決めていきます。で、横幅が500ピクセルの縦も、高さも500ピクセルの正方形になるように最初設定してください。で、この下のところにですね、アートボードを作成っていうボタンがあるので、ここをですね、必ずオンにして OK ボタンで始めていきます。で、キャンバス開くと 500×500 ピクセルの正方形が今配置されている状態で、この状態で右側にですね、大きい正方形を作っていきます。で、その時はこのアートボード1をですね、コピペするんですけど、コピペする時は2本指で長押ししながらアートボードを右にドラッグします。そうすると全く同じものが隣に配置されるような状態になります。で、この右側に配置した正方形を大きくしていくんですけど、大きくするときはですね、正確にサイズを測って大きくしていきたいので、その時はですね、この右側のツールパネルの下から3番目にキャンバスのサイズを変更できる項目があります。この3番目のところを選択して、この寸法のところをですね、4000ピクセル×4000ピクセルにしてください。で、そうするとこんな感じですごく大きくなります。大きな正方形が今右側に配置されている状態です。で、これで下準備が完了なので、ここからデザインを作っていきます。で、デザイン作るときは一番最初に作った小さい方の正方形、この中にデザインを作っていきます。で、まずはですね、背景のベタ塗りを敷いていくので、長方形ツールを取って、こんな感じでこの箱を埋めるように長方形を敷いてください。で、色はですね、右上のパネルから変えていきます。で、ここまでできたら次がですね、すごい重要です。この赤いベタをシンボル化設定していくんですけど、シンボルっていうのにするときはですね、このツールパネルのところに手裏剣みたいな、タイヤみたいなマークがあるので、これを選択して、そうすると今シンボルのパネルが出てくるので、この設定のところから選択範囲をシンボルに追加、これを選択します。で、そうすると今シンボルの下のところにですね、赤いベタが現れたと思うんですけど、これ今、赤いベタがですね、シンボルとして設定されているので、このシンボルとして設定されるとパターンを作ることができるようになります。で、次なんですけど、この赤いベタをですね、右側のでっかい枠の中にコピペしていきます。で、コピペするときは上の設定のところからコピーを押して、次ペーストを押します。で、そうすると右側の枠にペーストされます。で、この右側のでっかい正方形の方を赤ベタで全部埋めていきたいと思います。で、埋めるときは2本指さっきと同じですね、2本指タッチしながら右側に赤い正方形をドラッグすると全く同じものが複製されます。で、この要領で同じ正方形をですね、どんどん右側に並べていきたいんですけど、その時にすごい簡単な方法があって、ツールバーの上のところですね、ここに複製っていうボタンがあります。で、これを押すとこんな感じで右側に同じようにコピペされるんですね。で、位置ですね、距離感も、記憶してくれてて、その距離感も同じようにコピペしてくれるっていう感じです。これ反復複製というんですけど、そうするとですね、簡単にこの正方形を、横枠いっぱいに広げてコピペすることができます。
で、さらにですね、これを縦枠いっぱいにコピペしていきたいので、その時はですね、今横に並んでいる正方形全部選択して、さっきと同じように左指2本指でタッチしながら下にドラッグで複製です。で、この状態で上のツールバーのところから複製ボタンを何回も押していきます。そうするとね、こんな感じすごい早くコピペして、右側のでっかい正方形ですねを全部赤で埋めることができます。で、こっからですね、模様を作っていくんですけど、模様を作るときは左側のちっちゃい正方形の中に作っていきます。で、まず正方形をダブルタップしてアクティブにしたような状態で、この中に図形を描いていくんですけど、例えばひし形とかを取って図形の中に描いていくと、分かりますか、この右側にもですね、全く同じものが反映されてます。で、これはですね、シンボルの機能をさっきオンにしたからなんですけど、このシンボルの機能をオンにすると、ベースのところのデザインを変更すると、コピペしたところのデザインも全部同じように変更してくれるっていう機能になります。これね、めちゃくちゃ便利なので、ぜひ覚えてみてください。なんか背景のデザインを作ったりとか、それこそね、柄物のデザインを作るときにめちゃくちゃ使えるので、ぜひ活用してほしいなって思います。もう今日のメインはですね、このシンボル機能ですね。シンボル機能さえ覚えてしまえば、今日のチュートリアルはもうマスターしたようなものなので、このシンボル機能を覚えてほしいと思います。で、ざっくりですね、こんな感じでひし形を並べただけでも、こうやってピンチアウトするとね、なんかそれっぽいパターンデザインができたような感じになるので、本当に適当にやるだけでも全然 OK だと思います。で、せっかくなんで、ちょっとこっから柄物っぽいものをですね、作っていこうかなと思ってます。ちょっとね、お正月なんで日本風の和風テイストな柄を作っていこうと思います。で、まず楕円形ツール使ってちょっと細長い楕円形を描いたら、これを複製します。で、複製してちょっとずらして回転させる、こんな感じですね。で、この状態で、さっきの反復複製です、上の設定のところから複製ボタンを連打して、同じ要素をですね、どんどんコピペしていきます。で、次枠線をつけたいんですけど、枠線つけるときはツールバーの上から3番目ですね、ここが線の項目なので、ここでスライダーを動かすと、こんな感じでちょっと縁のね、色がついたような感じになります。で、1個お花ができたらですね、あとはコピペしていくだけなので、コピペするときは左指2本指タッチしながらドラッグすると、同じお花が複製されるので、この要領で、まあ、好きなところにですね、配置して、まあ、全体のバランスも見ながら、いい位置に、このお花を配置したりしていってください。で、細かい装飾とかもですね、どんどんつけていって完成に持っていきたいと思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ちょっとね、ずっとやってるとなんかスランプみたいになっちゃって、よくわからなくなってきたんですけど、それでもすごいやってて楽しかったので、ぜひトライしてみてください。で、このパターンデザインなんですけど、もっと極めるとですね、こういう複雑なパターン模様を作ることもできます。これとかね、もうどうやって作ってるんだろうって感じなんですけど、あとはですね、パッケージデザインですね、これの背景とかにこういう可愛い柄を敷いてあげてもすごいおしゃれになると思います。こういうのね、今までイラストレーターでやってたんですけど、まあ、iPad でもできるようになったんだなと思ってすごい感動したので、ぜひこういうの見ながらですね、 Pinterest とかで検索するといっぱい出てくるので、こういうの見ながら真似っこして作ってみてください。で、iPad Mate のコミュニティの人はですね、今日のパターンデザインのデータと、あと参考になりそうな資料を何個か投下しておくので、よかったらそっちもね、合わせて見てもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上になります。もしこの動画が良かったら、いいねボタンもよろしくお願いします。では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。